はい、ということで皆さんこんばんは、クレでございます。今日はゆり子の支配下こと東京都真ん中ら辺に来ております。春のね、公園祭りということで、公園第3箇所目こちらです。武蔵野中央公園というところに来ております。このね、心霊スポットという噂がありますので、それをね確かめるべく生配信で行ってみようと思います。いらっしゃい。さあさあ、3箇所目武蔵野中央公園でございます。都立だね、これも都立。ここはね、ちょっと今まで行った2箇所よりはサイズがないんで、サクッと終わらして次に行きたいんですがね。入り口は明るいけど、やっぱ都内の公園って基本的に全部街灯が明るいよね。この自分のライトがあんま必要ないぐらい明るいとこあるよ、こういうの。寒いね、夜はまだまだ。このね、ちょっと遊具ゾーンもありますね。遊具ゾーンがこんなね、ライターの出力をね、さっきのピーちゃんが見たらもう即飛んできますね即飛んでくるぐらいのレベルの、このあ、これ桜？桜っぽくない？一部だけぐらい。桜かどうか分かんないけどね、本当に桜なのか。どこにも桜とは書いてない、まあ、分かんないんだよな、花木のやつって。あ、でもこれ全然咲いてねえな。これが桜？これ桜？これ全部つぼみなんだけど、種類によって違うのか。これかしわざき稼働せんでええなどういうこと？かしわざき、なんかすげえ最新型あるんだ。最新型来たんだな。なんかすげえ、何これ、最新型の術力を見せてもらおうか。レディー。ああ、さっきと一緒ぐらいだ。31点。なかなかあの新型ですね、あれ。下がめっちゃ綺麗、トイレもめっちゃ綺麗よ。これ最近できた公園なのかな。全体的に綺麗よね、なんか。ちょっとまあピーちゃんがね巡回してるんで、めんどくさいんで、とっととね岩窟を見てもらえますか。ここはあんまり散歩してる人いませんね、さっきと違って。こっちの方がなんか散歩街がありそうなのに。岩を見てもらいますね。こちらです。飛行場、飛行機武蔵製作所跡地に作られた公園ということで、ここはね、あの戦争の時にアメリカ軍が 目標にしたというか、爆撃が何度も行われた場所ということで、ここにその爆撃の標準点があったという工場があったのかな、なんか作る。まあ、ここで犠牲になったね、日本のその働いてた人とかの人がいるということで、多分そういう噂が立ってるんだと思われます。だからね、一応曰くもそこのその時期に亡くなった人が出るって言われてます。
ましょうか。そのね、右側になんか今ちょっとマンションみたいなのが見えると思うんだけど、ここら辺にね、それはさっき俺が迷い込んだ団地ですね。こっちかあのあっちからあっち側に車止めようと思って、さっきあの団地に迷い込んだ。中島飛行機って有名なんですか。ここら辺全体がそのなんか広場になってるけど、ここが工場の跡地だったのかな、その製作所の全部が原っぱになってるけど、この公園自体はいつできたんですかね。これなんか水道そんな新しくないか。これさっきこの団地に迷い込んだ。あっちから帰ってこようと思ったんだけど、あ、そんなに、まあ綺麗ぐらいか。バーベキュー やるんだこれ。炭はこちらに置いてくださいだって。水をかけてお持ち。結構バーベキュー場なの。そっち。どこがバーベキュー場なんだろう。今の日産とかスバルの前身。え、そうなんだ。スバル。そうなんだ。車なの。飛行機ではないんだ。なんだこれ。バーベキュー広場のご案内。あ、ここバーベキュー場なんだ。寒い。炭を放置する不届き者が増えてる。炭燃えちゃうの。あ、またあるよこの点滅。これまた途中止まる。あ、止まる。これ誰か知ってる人いない、この現象。平成元年開園、ありがとうございます。平成元年、30年ぐらいか。そんな経つ。戦後飛行機作れなくなって車に。あ、そうなんだ。人怖いリスク回避だね。ここはあんま人は歩いてない。チャリがたまに見えるけど、これ俺の肉眼ではさっきも言ったんですけど、あの全部光ってるんですよ常に。これあの映像だと止まってるように見えるじゃないですか。これ同じ感覚でずっと叩けますね。このこれで、こうこの感覚でずっと光ってるんですよ。なのに配信だとこれ光ってない時があるんですよ。あの信号と一緒。なんか信号がさ、ピカ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 って光るのと逆パターンってこと、これ。あ、それと同じなんだ。やっぱりあの地面に光ってんのこれ。あのなんて言えばいいの、この真ん中のところに、ね、さっきの公園でもあったんですけど、これ流行ってんのかな、ゆり子の支配下では。めちゃめちゃピカピカしてるの分かる、これ。これなんかその LED が早すぎて配信では止まるけど、暗くなってる時あるけど常に光って、これ周波数なんだ。これ常に光ってるんですよ、このラインをずっと真ん中の。これどこ行けばいいんだか分かんないな。なんかその爆撃目標点みたいなやつの跡地が残ってるって書いてあったんだけど、こっちかな。どこだろう。ここら辺。どこだ。高い丘じゃないよね。
れた本がある。ゆり子の無駄遣いとも言う。なんかその歴史的なあれだから、もうちょっと何か説明文とか書いてあってもいいと思うけど、一応写真撮っとくか。これここら辺が爆撃されてる場所だから写真撮ってきます。今撮った写真を皆さんにご覧いただきます。今撮った写真です。じゃじゃん。はい、というわけでね、昼ではありません。今昼ではありません。これです。あ、こっちです。何今なんかすげえでかいおならの音みたいな、ブーって。誰だよこんな夜中に。朝のよ。え、ない、なんだ、どこにあるの。ここに時計がある。1時40分だ、もう牛蜜時だ。あ、そこになんか看板があるな。さっきここの前の道ピーちゃん通ったとこだな。もう一回巡回に来ないよねこれ。こんな明るいライト持ってたら確実に 100% 職質されてる。これさっきピーちゃん通ってた道やん、多分俺とすれ違う前に書いてある。案内図だけだ。でも案内図に書いてないわ、その爆撃ポイントみたいな。あ、これかな。どこにあるそれ。え、あ、それか。あった、これだ。ちょっと写真撮ろう。あ、なんか看板いっぱいある、書いてあるわ。なんかここか、これだ。写真撮ってきますね。タイプ。どういう感じかと思ったら、なんかこれぐるぐる回すのかなと思った。普通に押した時しか出ないタイプだ。あ、戦後の歩み書いてあるね。日本は降伏して長い戦争が終わりました。激しい空襲のため武蔵製作所は工場として再開されることはありませんでした。なるほどね。ちょろ。あ、これね、空襲の写真。米議会図書館保存だって。ここにあるんだ、工場が。ここに爆撃パンプキン爆弾。あ、こうなったらしいよ。やば。4月12日の空襲で落下していく1トン爆弾だって。これ、これ、
すごいよね。なんかこの時代に生きてくるとさ、なんか身近に戦争ってものを日本の国の中で体験してないからさ、こう歴史を紐解かないとうちらには知識がないけどさ、こんな時代あったんだなって思うよね。なんか来てほしくないよね、こういうの。これが、ここが、ここの空、空上からここに向けて投下されたところらしい。なるほどね。これはなんだ。なんて書いてあるかわかんない。これなんでこうなっちゃったの。ああ、武蔵野中央公園のちょうどここに製作所があったんだ、やっぱ。他人事じゃないよね。あ、読めないって言ってたらこう書いてあるわ。読めないじゃんと思ったら、下に修理って配置って書いてある。修理するんだ、これ。なんでこれ傷がついちゃってるの、これいっぱい。あ、これ傷がついてるっていうか、なんか、気温とかでパリパリになっちゃってるのかな。あ、小さい時から話聞いてた。すごいね。それは俺はあんま聞いてないんだよね。まあちょっとね、そういう意味合いもあるから、今のね人たちを生きていく中で、あ、なんかこのど真ん中に咲いてるこの菜の花がすごい、なんかすごい、なんかグッとくるな、この菜の花。ちょっとね、こういう話をした後にやるのは申し訳ありませんが、そういうジャンルなんで勘弁してください。あの、俺が決めたわけじゃないので、まあここでね、亡くなった方々のご冥福を祈りつつ、本当にそうなのか、皆さんも化けだったと言葉で念を送ってください。来ます、武蔵野中央公園製作所、投下地、爆弾投下地、化けだつ。はグリーンだよ。分かってくるんか。そうか、そりゃよかった。何の話してんの、鍛冶屋の息子。あ、おばあちゃんとかの話、それ。綺麗な白い花がこうやって爆撃された土地にも新たに花が咲いている。何か感慨深い。なんてなんてなんだって。いらっしゃい。何それ、井戸みたいな。意外とこっち奥行きあるな。すごいね、ほんと原っぱみたいになってる。なんだこれ、ゴミ置き場。ゴミ置き場か。枯れ入れ。雑木林エリア。あ、落ち葉ためだって。落ち葉ためエスニックとは。エスニックじゃない、なんて書いてあるこれ。エコスタックって何それ。エスニックじゃねえよ。エコスタック、エコスタックって言うんだこれ。あ、とてつもなく広いですね、このあの
歩くスペースは全然ないのかなと思ったけど、その爆撃のエリアぐらいしか。こっちまだまだ、ライト消していくか。このこっち側がめちゃめちゃ広いの、この原っぱ。ここが全部あれだったってことだよね。でもこのエリア全体が爆撃されて更地だったってことですよね、焼け野原で。まあでもね、こういうジャンル、この心霊ってジャンルやってて、なんでお前がそれを言うんだって思うかもしれないけど、まあ、正直さ、人が死んだところだからさ、心霊スポットっていうこの流れ、あんまね、あんまりなんか信憑性ないというか、そんなこと言ったらどこだって人死んでるよねってなりかねないですよね。なんか、そこは前から思ってることなんだけど、まあ、しょうがないけどさ、本当にだから今ここで目の前で焼けただれた人が出てきてくれるんだったら信用するけどさ、そのなんかね、その空襲とか空爆とか、その時代俺は知らないから何とも言えないけど、ものすごいさ、日本全国各地にさあったわけでさ、全部がそういう風になって噂になっちゃうっていうのはなんかね、ちょっと心が痛いというか。ハイヨードにするスペース、エスニック落ち葉。戦後生まれても本当に生活の変化がすごい。堆肥作るのか。腐葉土かこれ。あ、農家みんな作ってる。焼け野原。関東大震災ね、それこそさ、ねえ、つい最近うちらは目の当たりにしてる東日本大震災だってそういう風になっちゃうわけなんですよ。俺はあえてそのエリアやってないんですけど、やっぱなんか自分の生きてきた時代の災害と昔の災害、戦国時代の災害ってなんか全然考え方が違くて、まあ、俺がね、そうだから戦時中とか俺は知らないから、まあ、どうでもいいって言ったらあれだけど、わからないから。でもね、311とかもう目の当たりにしてる世代だからさ、やっぱそういうところのやつの心霊スポットって俺今やりづらいっていうか、やらないようにしてるんですよ。まあもう何個も何個もね、もうあれから10年以上経ってるわけだから、やっぱそういう目撃例とかさ、まあいろいろね、曰くも出てきてていっぱいあるんですけど、あっちのエリア、俺そりゃ多分みんなも分かってると思うけど、やってないんですよ、何一つ。ちょっとやりづらいというか、なんか心モチベの問題もある、メンタルの問題もあるけど。パンプキン、さっきのやつ、カブトムシのうちいるんだ。俺もカブトムシもさ、ゴキブリも一緒だと思ってんだよね。正直見た目の色と感触的に、あんまりカブトムシもあんまり苦手っちゃ苦手。まあね、いろいろ曰くはね、誰が考えたか作ったか分かんないけど、まあ、それに乗っ取って俺も来てるから、まあ、最近の動画でもよくまた言われるけど、ここ誰が心霊スポットって言ったの、こんなとこ出るわけないじゃんって未だにコメントで言われるんだけど、俺何個も何個もテロップ入れてんのに未だに言われるんだけどさ、ちゃんと動画見てない証拠なんだけどさ、そういう人たちって。ここは俺が決めたわけじゃないから、そう、俺に言われても困るんだよね、それを。いかにもここ心霊スポットだからやってますみたいな YouTuber と違うからさ、未だに言われるんだけど、それコメント欄とかで。そう、もう一度言っときますね、この動画を最後まで見てくれた方、私が決めた場所ではありません。
私はじゃあ何でこういうことをしてるかというと、自分が過去に体験した霊体験を本当のものだと生放送で誰の目が見ても分かるように、言い訳聞かないように、嘘でもないっていうことを伝えたくて生でやってるんですよ。それはだから別に自分が今やりたくてやってるのは、みんなと一緒に幽霊を捉えたいだけです。ここが心霊スポットって決めたのは誰かです。インターネット上に載っている心霊スポットっていうものを実際にその場所に生配信で行って、本当にそうなのかなって確かめに来るのが私の配信なので、ここをね、皆さんに心霊スポットだからみんな来てみてねっていう紹介する配信ではありません。未だにね、やっぱそう捉えられてしまうことが多いんですけど、まあそれをね、今まで何年かやってきたんですけどね、やっぱ目の前に捉えることができてないんですよ。それが目的で今頑張ってるんで、ご理解の上お願いいたします。次の場所に行きます。じゃあ